メトロです。たくあんです。電車散歩のお時間です。やってきました。よいしょ。やってきました。さあ始まりました。はいはいはい、やってきましたよ。本日はですね、東京都はこちら早稲田駅へ来ております。早稲田駅に来ましたね。はい。なんで早稲田駅なんですか、これは。皆さんご存知ですかね。東京桜トラム、うん、都電荒川線ですね。はい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 、はい、はい、という路線がございまして、うん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 、そちらの旅を今回していきたいと思います。うわー、待って、都内って新鮮だね。ちょっと初じゃないですか、逆に都内は。初かもしらん。うん、意外と僕らの家もそんな遠くないんだけど、なんだ近いけど、はい、でもワクワクするね。そうですね、初めて乗りますし、なんかね、これが嬉しい。もともと都電荒川線、うん、そうですね、名前が変わって東京桜トラム。素敵な名前になってね。桜の時期はすごい綺麗らしいですよね。桜とか公園とかの桜が、あ、バラもなんかすごくなんか公園に咲き誇ってて、はいはい、観光スポットだらけだよっていうのも楽しみじゃないですか、それは。そうなのよ、だからさ、エモエモカレンダーとか作れちゃうかもしれないね。うわー、各駅でエモエモカレンダー。そっか、じゃあ春夏秋冬全部回っていかないとですね、桜と紅葉といや、そうよ。だから今は正直夏だから、うん、秋も来るし冬も来ないといけないってことですよ。あ、そういうことか。うん、夏ですか今。え、もう夏でしょ今。飲み込めなかった。夏じゃないよ、もう秋ですよ。だってもう10月過ぎてんですから。 そうなの。世間は秋ですよ。それ世間が俺についてきてないだけでしょ。いやいや違う、置いてかれてます。世間に一日乗車券もせっかくなら買いたいなっていう。あ、そうですね、うん、それも買って、ちょっと旅していきたいなと思います。ここからスタートして、はい、まあ、一応終点が箕輪橋になってますので、楽しみだな。途中途中ちょっと気になるとこ降りていきながら、はいはいはい、旅していきたいと思います。楽しみですね。それでは東京桜トラムへ向かって出発進行。無事に都営の1日乗車券を手に入れましてですね、はい、ハワイでしょうもんね。一応乗り放題になってますので、はいはい、旅しておりますけども、1個目、岸母神前到着しました、はいはい、ありがとうございます。やったぜ。ここはですね、うん、何があるんですか。ここは、岸母神堂がございましてですね、立派なお寺さんがありまして、子育てとかですね、安産祈願をする場所で有名ですね、うんうん、あー、なるほど。それでは行きます。 Go to heaven。それではね、うん、歩いて30秒ぐらいですかね。近かったね。岸母神がございます、はいはい、こちらでございます。あ、近かったね、随分と。近いですね。もうここが入り口になってますので、うん、ちょっとそのまま歩いていきましょうかね。行きましょうか、うん、せっかくなのね。さあ早速入りましたけど、すごいね。うーん、不思議な感じですね。なんかなんか、そうだね、あんまりこうなんか寺って感じはまだしないね、うん、あれ、そうか、全くしませんね今。なんかありそうだけど、どうした。あれ、クマじゃないですか、あれ。クマだ。でも、はい、今のでサムネ撮りました。よかった。よかった。よかった、サムネ。ありがとうございます。ゲットです。さあ、来ましたよ。あら。岸母神堂。岸母神堂で間違いないと思いますよ。はい。ということで今、うん、岸母神堂到着しました。はい、着きました。はい、非常にこの鳥居が特徴的なね、うん、本当だ感じなんですけど、あ、稲荷さんね。稲荷ですね、はいはい、ね、なんちゃら稲荷、不法稲荷かな、もしかしたらね。とあれはね、こういうのってなんか京都でね、組みますけどね、これね、うんうんうん、あんまこう通ったことないからな、俺。どうなるんですか、通ったら。いや、あやかれるんで、多分幸せになります。本当ですか。めちゃくちゃ騙されそうですね。ちょっとせっかくならね、通ってみたいな。いい、いいですよ、書いてます。木ってパワー感じますからね、ちょっと見てみましょう。そうですね、せっかくならね、書いてみましょう。素敵、なんかでもパワー感じますね、ちゃんとね。だってえ、心こもってないですよ、全然。無表情でした、すいません。ね、これがね、立派ですね。非常に立派ですね。油揚げが乗っかってる。稲荷だからやっぱり。ああ、そういうことか。なんて言ってきたんですか。めっちゃ細かいけど、はい、パンタグラフがテレビ、ツイッター、YouTube、インスタ、TikTok で売れますよ。なんかちょっと喜ばれすぎたかな。疲れてますよ多分。日本一古いと言われている、うんうん、駄菓子屋さんがね、さっきありましたけど、ちょっと何を買いましたか。チューチューゼリーを買いました。珍しい。チューチューゼリーですよ。あ、僕が選んだんですけどね。おのおのの色に応じてチューチューしましょうか。久しぶり、いつぶりだろこれ。これゼリーなんですよね、ちゃんとゼリーでございます。うわー、小学生思い出しますね。乾杯しないんだ。これ乾杯するもんじゃないですか、別にね。すいませんけど、これはじゃあいただきますね、僕もね、はい。
あ、懐かしい。マジで少年優斗の時思い出しませんか。めっちゃ思い出す。お母さんめっちゃこれ買ってきてたわ。マジで思い出す。これ食うと、これとあとさくらんぼ型のやつとかもありましたよね。形待って、懐かしい。それは、うん、本当に懐かしい。本当小学生の頃の思い出の味する。うわこれこれ、うんうん、美味しいですねこれ。あれキンキンに冷えてるんじゃなかったの。なんか否定しなかったから、なんか俺キンキンなのかなと思って。あーもうちょっとぬるい常温です、はい、お腹に優しいちゃうね次はどこに行きますか。いやどうしようかな。次なんかね、その飛鳥山公園だっけな、うん、公園も行きたいなと思ってたんだよね。あ、じゃあちょっとそこ行ってみましょうかね。飛鳥山公園行ってみましょう。はい、飛鳥山公園に向かってレッツラーガーン。はい、甲信塚到着です。ここは何があるんでしょうかね。はい、ここはですね、飛鳥山公園というと立派な大きな公園があるらしいので、あ、本当ですか。すごいちょっと涼んでも面白いかなっていう。そうですね、雰囲気もまたいいですね、このなんか古い感じ。本当ホームにね、ちゃんとこの甘味どころもあったりして、はいはい、素敵だなと思って。素敵ですね。ちょっと早速ね、うんうん、商店街を歩いていこうかなと思います。行きましょう行きましょう、はい、行きましょう。いやいやいや、そういうこと。なんですか。いいですか。何ですか。飛鳥山公園 あるんですけど、はい、23分です。いやじゃあ最寄り違うじゃないですか多分。ここは違いますよ最寄り。あ、本当に。でも飛鳥山公園は飛鳥山駅があるんだ。あ、じゃあそこだ絶対。なるほどね。じゃあここも何かの縁ってところで、はい、と甘味どころでも何でもなんか休憩しましょうか。せっかくなんで。そうですね、小腹もちょっと空いたので。じゃあホームの場所行ってみますよ早速。あ、行きましょうか、ね、なんか良さげでしたか。確かに。お邪魔します。うん、ハリーの名物というところがあるから、ハリーセットがあるみたいな。こちらからいただくと、お、白あんの。へぇ、そっちから行くといいね。うん、やわらかい。あ、そう。ビビ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 ッと、いただきます。青のりが好きということで。大好きなの。ソフトね、僕は。いただきます。おいしい。最高。みんな来てね。あ、来るよ来るよ来るよ。来るよ。すんごい。あ、来るよ来るよ。マジ。来ますよ。マジで。ここ道路走りますよここ。うわ。来るよ来るよ来るよ。マジで。やば。いった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 。すごいすごい。やば、アスレ違うよ。お、そういうことだ。うわーすごい。すげー。はい、はいはい。飛鳥山着きましたね。飛鳥山着いて、もう公園も多分目の前。はい、あの奥の緑が公園なんですね。そうですそうです。へえ。でここちょっと本当にすごく広くて立派らしいんで、うんうんうん、ちょっと個人的に興味あるなと思って。はい。どうかな。来ました。はい。ほら、広。あ、新宿御苑みたいな。これ広いっすね。ちょっと待って。はい。リアルに、うん、電車あった。え？お、リアルに電車あった。あれ、リアルに。あの奥のやつですか？そう。ま、待って。あ、え、待って。え？え？SL もあるぞ。こんな運命ある。引き寄せられたんですねきっと。ガチですごくない。え、しかもマジで都電じゃないですかこれ。ほら都電6080について。マジ本物の都電でした。ちょっと入ってみましょうかとりあえずね。そうですね、まずはい。本当に6080。入りましょう入りましょう。はい、本物でしたこれ。回る。いやいやいや、トラックドライバーじゃないですか。運転手でサイドミラー見ないとダメなんじゃないの。いやいやいや、そのこんなぐるぐる回さなくないですか。重列駐車場かな。しないしない。あ、しないの。電車ですからこれ。だから本当こんなの見て、もう本当リアルだもんねこれ。この、あ、本当ですね。よく見るやつじゃん本物の。はいはいはい。ちょっと座ってみてもらっていいですか。あ、これはちょっと難しい。ちょっと昔のねやつですけど、だいぶ昔だね。最近でこんな確かに座席感じたことないね。硬いですもんね。硬いしやっぱ狭いし、うん、ここが。はあ、すごいな。
このでも車窓の感じはいいですね、すごくね、うん、ここの地獄の市場なんちゃって SL までもあるんじゃないの。そんなバカな、だって階段あるのよ。えあるまたまたまた、これマジ来るとかじゃなくてちょっと行きたいわ。行ってみましょうか。じゃあいいっすか。はい。どうした？マイケル・ジャクソン機関車でした。うわ、ひどい。ホタテよりひどい。いや、そんなことはいいんですけどもデゴイチですよ。うわ、すごいな、本当にすごくないですか。ここまでと思ってなかったの俺。本物だけど、はい、まあ、もちろん昔走ってたんでしょ。走ってたんでしょうね。でかくないですか、この車輪とか。やっぱうわ、立派。ここですよ、だって変わんないですよ、身長。本当だ、本当だ。ほら、100万サイズってことか。すげえ、すげえ、めっちゃボリューミーだな。これでも中は入れないのか、さすがに。ただ、いやいや、そんなことないです、高橋さん。え、階段があります。マジですか。え、入れるんですか。いや、階段があるってことは入れます。ちょっと行ってみましょうか。うん、どうだろう、リアルに。おお、結構リアル。すっごい。あ、マジ本物です。マジ、もうなんか映画の世界観、これ。待って、ちょっと本当にこれ、え、待って、何これ。あ、待って、マジですごいじゃん。ここ開けて石炭入れるやつじゃないですか。そうだね。すげえ。ちょっと待って、想像超えてきたね。え、ここに、じゃあここ座って、うわぁ、ふわぁ、うん、出発進行。やばすぎ。うわ、なかなか見る機会ないぞこれ。本当になんか使われてたんだろうなって感じしますよね、昔は。いや、めちゃめちゃするし、うん、こんな、なんか見しちゃっていいんだって感じ。そのぐらいだわ。うわ、これどうだ。もしかして座席は座れないか。期待したいよね。座席はないんじゃないですか。え、後ろ、この裏とかどう、階段ない。うん、石炭積む場所になってます。だから貨車はないです、その乗れるところは。そういうことね。はい、戻っちゃってますけど。ずっと見てられる。これ目は回んないってことか、今は。今は、あ、ここら辺回る。あ、すごい回るんだ。なんだろうこれ、なんだろう。でもこういうの、なんか不思議な構造ですよね。こうなってて、もうどこに繋がってるかわかんないですけど、ちょっと男はワクワクしますよね、こういう。めちゃめちゃする。ちょっとせっかくなら、なんか2人で作業してみるか。昔のあれ、駅になりきってちょっと撮るか。いいですね、ちょっとやってみましょうか。なんか先輩、どうした。この機関車はどこまで走るんですかね。まあ、なんとか網走まで持ってくれたら御の字ってところかな。後ろに乗せてる囚人たち、これから構成してくれるといいですねできるかよ。佐藤がトップのうちは奴らは上には上がれない。つまりは死を意味する。どういうことですか分かってねえな。この先線路はないんだよ。まさか、あの都市伝説は本当だったんですか。本当だ、ここが如月駅だ。はっ今までありがとな。ってことは、今までのことは全部嘘だったっていうことですか。当たり前だろ、俺の一人勝ちだよ。財宝は全部鈴木家にもらった。騙してたんですね。うるせえな、さっさと降りれば。自分で死ぬのが一番じゃないの。くさ、気持ちいい。財宝はいただいた。